こんにちは。今回は純烈の酒井和義さんが現在のエンターテインメント界について思うことや純烈の対策、DVD 全作品公開に関する思い出などをまとめていきます。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。自粛要請で不況に追い込まれているエンターテインメント界、特にライブなどの公演を中止延期にせざるを得ない音楽業界では、1公演のキャンセルだけで数百から数千万円の負債を抱え、一方で仕事はできず稼ぐに稼げないという苦しい状況だ。その中でも各アーティスト、各事務所で様々な試みが続けられているが、過去の DVD 全タイトルを公式チャンネルで無料公開することを発表したのは、4人組歌謡グループの純烈。純烈がこれまでリリースしてきた DVD は、純烈の健康センターで会いましょう2017年、純烈コンサート2018、累人18年、純烈の NHK ホールだよマル秘大作戦19年などの全8タイトル、24日から4月1日までその8本を1日1タイトルずつ公開していくという、中には未発表映像を加えたものも。昨年も年明けから苦境に陥りながらも V 字回復を成し遂げてきた純烈。DVD にもなっており、その模様が公開されると思われる令和元年最終決戦も、また台風の影響でトラブルが起きた。東京中野サンプラザで9月9日に行った追加公演の日、前夜から猛威を振るった台風の影響で交通機関が麻痺し、ファンはもちろんメンバーも移動に苦労することに。昼公演前に行われた取材では、酒井が列車ダイヤの乱れから東京府中市にある自宅から4時間以上かけて車で移動し遅刻していた。開演前に行われたインタビューには直前に到着し、一人だけ衣装もメイクもなしの状態になったが、時間のない中で心よく答え、地方に住むファンの人からも、新幹線で行くはずだったけど行けなくなったなどと連絡が入ったと明かしつつ、公演本番には間に合ってよかったとほっとした表情を浮かべた。また心配するファンのためにも、健康センターのイベントでは30分前まで風呂に浸かっているからリハーサルなしでも大丈夫と笑わせて、一緒にしないで、開き直ってわざと来ないかもしれないと思ったなどとメンバーたちに突っ込まれていた。見る側ももちろん開演時間に間に合わない人が多かったものの、どれだけ遅くなっても会場に駆けつける人々の姿もたくさん見られ、その人気の高さが改めてわかる結果になった。オープニングでメンバーのソロ曲も収録された新バージョン、4タイプも出たばかりだった純烈のハッピーバースデーを披露した後、MC では酒井が、台風の中、ご来場ありがとうございます。続々いらっしゃったよ、と
遅れて会場入りするファンたちに声をかけ、お題はもともと空席があっても台風を理由にできるからいいよねと軽く笑わせる。酒井がぶっちゃけ今日台風で来るのを諦めようとした人はと聞くと、3割ほどの人が手を挙げ、本来のルートとは違うルートで来た人はという質問には一気に挙手する人が増え、約7割ほどになった。そんな大変な中、来てくれたファンたちには、ウェブ CM で歌っている歌を特別に披露し、客席を大いに沸かせた。それだけでなく、歌い終わると、酒井は、お前声が小さい。あと、お前会えるとこちょっと遅い。など、厳しいダメ出しを飛ばし、何度も歌わせる。後上が、僕は遅いんじゃなくて、歌詞が一瞬わかんなかった。レコーディングの時以来で、緊張感が半端ない。と、突然の無茶ぶりだったことを明かして、笑わせたりしつつ、3回目でようやくメンバー全員が納得して、OK が出る。という、ファン垂涎のレアシーンも見られた。完全燃焼したお題が倒れ込む仕草を見せると、すかさず酒井が、お題さんはこれを遺作にするつもり、と、この公演が DVD 収録も兼ねていることにかけて、会場をどっと笑わせるシーンも見られたが、トラブルがあっても、それを巻き返そうと全力投球する4人の姿は、今回の無料公開でも見られることになる。酒井は、スケジュールが相次いでキャンセルになる中、この DVD 公開を決断した背景を、全国を旅しながら、ファンの皆さんと、亭主を通じて、元気と笑顔を交わしていた日々が、懐かしくなり、自宅でライブ DVD を見ました。自分自身が純烈を見ながら、元気が湧いてきたように、この作品群が誰かの元気につながるといいな、という思いを込めて、今回の公開に至りました。という。現在、純烈は、健康センターでのイベントや、ディナーショーなどを延期、中止中。苦しくても、過剰かもしれないが、何もかもが確立されていない以上、現状においては、過剰で、いいんだと思いたい。と、自粛を指示し、先輩のファンから大人気で、スーパー銭湯でのライブを中心に活動するグループだけに、今後、純烈にとっても死活問題になり得る状況ですが、夢は紅白、親孝行は一旦置いといて、手洗い、うがい、免疫力は高いで乗り切りたいです。と、予防、感染拡大の対策が最優先だと主張する。だから、公開した DVD 作品の視聴可能期間は、ライブ活動を完全に再開するまで。その後は、また映像を通してではなく、直接歌を歌い、触れ合っていくことを重視していくつもりだ。メンバートラブルも台風も乗り越え、2度目の紅白出場を超え、また親孝行を目指して業界全体に立ちはだかる大きな壁に立ち向かう純烈。またそのコンサートでその歌声が聞けるよう、
応援していきたいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。